ゆうきです。ライトです。ライトリアです。で、今日はちょっと時間ないんでね、尺が短いんでちょっとパンボン行きたいんですけど、今後のバズらせについて、これが2じゃないかな、やってたやつ。そうです、僕今後のバズらせについてちょっと一人やったんですけど、まあ、言うても一人の脳みそなんで、ここに脳みそ3つありますんで、ガン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 ね、バズりそうな動画のネタをパンボンボンボン出していこうかなと思うんで、まあ、それの討論会です、はい。まあYouTube 結構見てると思うんですよ、みんな。どうしても、うん、日常で、うん、それも参考なんですか、踏まえて参考にしてどういう動画出していけばいいか。基本僕の日常でやっぱ飽きてる方いらっしゃると思うんですごいぶっちゃけてる、うん、いやいや飽きてる、絶対飽きてるよ。俺だったら飽きるもんだって大体なんかギュッて喋ってるよ食い企画やりたいんだけど、集まれない理由も言ったじゃん、前、動画でね。だから、そういうのはもどかしいけど、しょうがないじゃん、現実だから。それを真摯に受け止めて、それの上でどういう動画を作っていこうかっていう。企画ものとかね。そうなんですよ、その企画の内容で、僕の知り合いにフットサル選手いるんですよね。プロのフットサル選手いるんだけど、そいつのシュート全力で受けてみたとか。これ全大なんだよ。体は全部大だからいやいや一瞬考えたら俺かなって思ったんだけど、やっぱ大だ。体は全部大がいやいや、そうだね。多分ね、そのプロサッカー選手、プロフットサル選手、合わないね、俺と。合わないって時間がね。合わせやすいの、2人は絶対に。だから取ってきて。いや、でも。でもじゃないよ。でも台の方がいいリアクションすると思う。ね。そうそうそう。バンジー。バンジージャンプしたんじゃって。した。バンジージャンプの下り教えてあげて。どういうバンジージャンプ繰り広げるのかで。なんかね、某北海道に行ったんですけど、北海道で台が急に飛びます。急にやる気出しちゃって。やる気出して一人登って行って。俺は下で動画を撮ってたんですよ。動画撮ってた。その時。まだ止まない、まだ止まない。怖いからね。やっぱり怖い。もう見たけど、もうやばい。断崖っていうか、もう。そうだね。もう、絶壁ね。もう、もうなんかテレビ台、テレビ塔、もうテレビ塔の中腹から台の顔ひょこって出てて、うわっ、何あれって思って、飛ばない、1分ぐらい待って、と思って、ちょっとアップにして、これ台でいいのかなと思って、アップして、絵がこう、荒くなった瞬間に、うわぁ全体に響いて、台降りちゃう。その響いた声で、下にいた JK とかが、え、何今の声みたいな。誰かが降りたんだよ、ざわつくっていうのは。エピソードがあって、本当その日、最後のお客さんで。待っててくれたんだね。そうそう、ずっと待ってくれたんですよ。早く飛べよって言わないで。その隣にいる店員さんとずっと同じ話を繰り返すっていう。小さい子なんかはすぐ飛んでいきますねとか、押されますねとか、押せばすぐ行っちゃいますみんなとか、かわいそう、押した方がいいですかとか、その下りが80回ぐらい。俺もう話分かってんだけど、結構小さい子とかも結構行っちゃうんですもんねって伸ばしたがるね。ずっと話。まあなんで大のリアクション系を俺は。ああ、欲しい。大のリアクション系はまだ1回もないですよね、動画でね。ないですね。え、でも、コンセプトとしては体張らない系じゃない？体は張らなくていい。体は張らなくていいんだけど、リアクションが欲しい。リアクションがないですよ。でも、俺、でも思ったのは、シュート全力で受けてみたってあるじゃないですか。それ確かに体張ってるんですけど、相手もプロなんで、ここに当ててくださいみたいなのができるわけですよ。やらせやん。そこは、でも少しやらせてよ、そこ。あ、でも、俺はそれできないのよ。時間が合わない。いや、なんでもないよ。逆に時間が合えばやっていただける。時間が合えば、そう。言ったな。合えば。了承しました。言ったな、これ。じゃあ、そういう企画があったりとか、あとなんかあります？あとは、企画は、あとはね、ある。なんかほら、結構音楽活動してる人たちとコラボしたいっていう。でも、俺らがもっと上の方にいる YouTuber だったらいいんだけど、あっちもなんかメリットがないと。そう、なんか逆に下がるんじゃないか、人気下がるんじゃないか。なんで自信持ちましょうよ。職質取るのにさ、どうもーってなったんですか。今俺言いかけたのは、いや
音楽関係の人とコラボじゃなくて、うん、大歌手デビュー計画。いやだから本当大だけでしょそれ。大推しだもんね僕たちのね。なんでよ、そしたら俺のチャンネルがいいじゃん。じゃった お言うね。そう、大はもうディズニーで言うミッキーなんだよ。確かに俺クルードだ。あなたのチャンネルでしょ。ああそうだね。でもただ俺それ本当やりたくて真面目にだよな。うん、でも俺実は声かけてるんですよ。誰に。いやまあその音楽してる人とか。本当に。本当に本当に。ウケんだけどその。何それ。だから音楽やってる人の知り合いがいたらなんか一回多分、いや別にその時って誰かが抜けててもいいと思ってて、コラボコラボ。コラボね。要は紹介したりとか。ああ高めやつね。そうそうそう。だからそれをだから知り合いとかとやったらいいんじゃないですか。なるほどね。ちょっと話ガラッと変わるけど、ハロウィンやんね。ハロウィンで先が長い。ごめんごめんごめん、それはごめん。あのグラサー3人でこれだけでもまあまあインパクトあるじゃないですか。でこれを外でやるんですよ、うん、今こうやって室内でコソコソやってますよね僕たち。怪しいですよ 最悪、うん、最悪職員室、本当に職員室その通りなんですけど、まあなんかこのなりで3人で街中歩くっていう、ただそれだけでざわつくじゃないですか。何だろう。で、そうで僕たちのチャンネル、バズらせライトイヤーの、うん、なんかこう、ボールペンで書いた、ここに、なんか段ボールとかにボールペンで書いて、チャンネル登録お願いしますみたいなことを、もう誰がやってるの。まあ、誰がやってる。いや、やってかって言って、あの結構でも、だっていたのよ、前のハロウィンで、YouTuber で写真撮ってくださいって言われてた仙台の YouTuber いたのよ。羨ましかったんだ。わかりました。じゃあまあそんな感じでいいんじゃないですか。あ、終わっていいのもう、うん、いや、どういうこと。じゃあ最後ね、ご視聴まんま、はい、じゃあご視聴ありがとうございました。じゃあ俺、なんかこんなことしてどうする。面白いし。ご視聴ありがとうございました。この動画をお聴きいただきまして、また次の動画の投稿をお待ちくださいませ。一旦失礼いたします。いいと思います。いいと思います、これはめっちゃ。